はい、皆さんこんにちは、竹組です。では竹組さんのお部屋の作品をご紹介していきたいと思います。こちらがドアになってまして、こちらには、折り紙ですね。折り紙でサンタさんとクリスマスツリーを折った作品がずらっと並んでいます。飾り付けもそれぞれなので一人一人個性が出てとても可愛い作品になってます。ではお部屋の中です。はい、まずこちら、子供たちが手でよくこねこねして作った粘土制作です。こちらも一人一人作るものが違くて面白いです。はい、そして次にはこちら、デッサン画になってます。竹組では里芋と鬼柚子のデッサンをしていきました。これも一人一人個性出てます。そして次にはこちら、指定画になってます。運動会、ぶどう狩り、遠足、芋掘りの絵から選んだものを一人一人掲示しています。これも細かいところまで描けてます。そしてこちらは新旧当初の絵になってます。竹組さんになって初めて描いた絵ですね。4月に描いた絵です。そしてその後にはこちら、現在の絵です。ほんと最近描いた子どもたちの好きな絵をこちらに掲示しています。また子どもたちのこう絵の描く力の成長が見られる作品になっています。そしてこちらですね、こちらは共同画です。4つのグループに分かれて共同画をしたんですが、竹組はどんぐりや松ぼっくりなどの自然物を使って共同画をしていきました。ボンドでよく貼って作ってあります。そして棚の上には卵のパックを利用して作った松ぼっくりのツリーですが、このように並んであります。とても可愛いツリーが出来上がりました。そしてこちら、今度は上なんですが、こちらも、クリスマスリースになっています。竹組では紙皿を土台にして、はい、こちらもあるんですが、よいしょ、紙皿を土台にして折り紙を貼り付けて飾りを作ったものでリースにしました。折り紙で飾りを作ったり、アルミホイルを丸めて飾りを作ったりと、とても楽しく制作できました。そして最後には個人制作です。個人制作もお家から持ってきていただいた廃材を利用して作りました。こう子どもたち一人一人の本当にこう個性が光る作品がたくさんあります。こう動物でしたりロボットでしたり、さまざまなものを作りました。前には汽車も飾ってあります。周りにもお花畑を作ったりもしました。はい、そして最後にこちら、竹組の作品展までの道のりです。本当に子どもたちと毎日楽しく一生懸命に、制作してきました。その様子がここに載っています。はい、では竹組はこれで以上になります。ありがとうございました。